こんにちは。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 ハートありがとうございます。こんにちにち。こんにちにち。こんにちは。今日は世代交代前夜公演です。ハートクッキーありがとうございます。ペペナジお便りお待ちしてます。ヒレルタンヨロありがとう。一瞬ポーチ取ってきます。マジですぐ帰ってきます。本当にすいません。一瞬ただいまモス。ハートのクッキーありがとうございます。今日は世代交代前夜公演ということで、みんなで おかえり、ただいま。チョコ交換しました。さっき Vlog ももうすぐというか公演終わりに上がると思うので、ぜひ見てください。これはのど飴です。のど飴入れてます。タコありがとうございます。ハートのクッキーありがとうございます。そう、 Vlog 楽しめますよ。ありがとうございます。そう、今日はね、公演です。で、バレンタインもさっき公開しました。ハートのクッキーありがとうございます。昨日ルームスで大量のねチョコを作ったんですけど、結果どんな感じにラッピングされたかは皆さんに見せてなかったので、それを紹介したいと思います。イエーイ。まずこれは9期のみんなに、今日の公演メンバーの分はもう渡しちゃったんだけど、今日いない7人の分はここにあります。じゃーん。例えばレイポンのペンライトはこんな感じとか、これはマナミンのペンライトカラー、はユカタンのペンライトカラー、こんな感じ。昨日ルームスで作ったやつがこんな感じになりました。じゃーん。こんな感じつけてシール貼って、そう、昨日ルームスでね、飾り付け配信してたんですよ。でラッピングはこんな感じになりまして、これをみんなに配りました。ハートクッキーありがとうございます。みんなからもたくさんもらって、そう、みんな可愛いって言ってくれて嬉しかったです。絶対嬉しい。やっぱいいよね交換ってって思いました。こっちはラスクじゃないんですけど、ラスクのやつもあるんだけど、こうバッタリ9期じゃない人とバッタリ会った時のために市販のを詰め合わせたやつも一応用意しました。うちは市販の いい仕事ありがとうございます。そう、こっちは市販のやつ。これは自分用にラッピングしたやつです。自分用。あ、昨日全然見れなかった。あら、今ねアーカイブもうすぐ上げるところ、もうすぐ上げます。ダイブしたやつは自分で食べようと思ってます。ハートのクッキーありがとうございます。金子さん用はないけど、マネージャーさん用は渡しました。ギリチョコ、そうそう。準備いい。そう、いろんなところリボンだけで、2MM 最善ありがとうございます。用意周到。嬉しい。ハードのクッキーありがとうございます。近杉さんはみんなでっていうので渡しました。これは自分のペンライトカラー。1個食べようかな。やっぱこういう大量生産のラッピングって本当に楽しいよね。久しぶりにしたけど、これ食べよう。
じゃーん。うん、おいしい。おいしい、おいしい。袋詰めリボン結びの仕事大変だったけど頑張りましたね。バレンタインって感じする。本当に欲しい。皆さんの分は14日にね作るやつやろうと思ってますのでお待ちください。あ、ポップチョコありがとうございます。またさゆきちゃんが Vlog を上げてくれるのでぜひ見てください。ハートのクッキーありがとうございます。ショップショップやばい、ドキドキしちゃうそんなのでもなんかそういうのあったらいいのにね。ヒトラーではあったよね、手作りのやつ。ハートクッキーありがとうございます。美味しい。これは自分のカラーね。あやみちゃんがね、昨日は多分あやみちゃんのショールームに作ってた名前入りのクッキー作ってくれました。じゃん。ちょっとあの乾いてなくて潰れちゃったって言ってたけど、そこも可愛いっていうね。見て、あ、マジ付きなのねこれ。ほら、ヨッシーミンって書いてある。伝わるかな、このマチが、マチがあれだけど、ヨッシーミンって書いてある。伝わるかな、ヨッシーミンって書いてあるんです。かわいい。あやみちゃんが書いてくれました、名前入りクッキー、よしみって書いてあるんです。嬉しい嬉しいね、かわいい。もうこれだけでね、かわいい、嬉しいかわいい。そうなの。みんなと交換するのが楽しいです、やっぱり楽しい、嬉しい。ハートのクッキーありがとうございます。これはタンバリンさんから、私今日のお弁当、持参したお弁当に入ってました。見て、無理せず頑張ってね。タンバリン、〇〇年6月28日星座カニ、好きな食べ物お寿司、将来の夢田舎でカフェってママから市販だけど、ママから入ってました。サンバリンさんからかわいい。これあれですよね、あのこれあれ、あのハッピーセットの おもちゃについてくるやつ。おもろー将来の夢田舎でカフェらしい。ずっとママとパパで将来田舎で低糖質カフェやりたいってずっと言ってるんですよねハートありがとうございます。そう、タンバリンさん6月28日生まれなんです。そうそう、こんな感じ。あの全部17個並べた写真はちょっとどこかしらにまたあげますね。写真撮ったので。田舎でハゲ憧れる。あ、そうなんや、同じ考えだね。確かに田舎で、田舎でカフェいいよね、田舎で。オープンさん行きます、行ってくださいぜひ。今日はお粥持ってきました。ちょっと胃の調子が悪いのでお粥にします。お粥をママが朝作ってくれたので、これ新しいお箸箱お粥にします。田カフェ、そう田カフェいいねハートありがとうございます。ハートのクッキーとポップチョコありがとうございます。昼より行きます、ありがとうございます。
チョコそんなに食べてないんですけど、ちょっと胃の調子が悪いのでお粥食べたいと思います。バレンタインって素敵って思いました。みんなでね言ってたんです、バレンタインって素敵って。ハートありがとうございます。無理しちゃダメ、ありがとうございます。全然大丈夫、ありがとうございます。優しい。梅干し。ああ、地域密着型でアーモンドクロワッサンが人気のお店を出したい。わかる。出したい。私も確かに地域密着型の夫婦でやってるチャリンコ漕いで行くアーモンドクロワッサンのお店やりたい。ハートありがとうございます。こんにちは、よしみん。ハートのクッキーありがとう。あ、確かにパン屋さんの朝は早いって言いますよね。私行けるかな。できるかな。朝早いって言いますよね。すごい、何時ぐらいなんだろう。そのパン屋さん常連になりたい。なってください。やほやほ、ハートとハートのクッキーありがとうございます。3時、そんな早いの。生地こねるところからやるのかな、焼くところかなんかな。でも発酵とかって結構温度保ったり時間測ったりしなくんから、やっぱこねるところからなのかな。ハートのクッキーありがとうございます。でも私ずっとベーグル作りたい作りたいと思ってまだ作ってないね。こねて寝かして焼いて、ホームベーカリー使ってるのかな。パン屋さんは使ってないのかな、ホームベーカリー。確かに何種類もあるしね。それによって生地違うっすね。なんか私パン作る TikTok 見るのめっちゃ大好きなんですけど、あ、ホームメーカー使ってるからさすがに。そうか、めっちゃ好きなんですよパン作る TikTok 見るの。ハード系のパンと柔らかい系と違うんやみたいな生地。私はハード系が好きかな。やっぱ柔らかいのも好きやな。やベーグルをお家で作ってみたいんですよね。うわ、なんかかわいいポップチョコありがとうございます。ポップチョコかわいいやつ、人影が、人影が。人影がチョコ狙いに来たから、だのどのマジアさんか分からへんかったけど。ハートの空気ありがとうございます。ハンドのパン祭りいつもやってますね。それ春じゃなくてもやってるイメージある。ハートのクッキーありがとうございますね。手作りパン結構難しいけど、昔よく作ってたんですけど、お家でね結構お母さんが作ってくれてたんですけど、最近作ってなくて、ホームベーカリーはあるんですけど、もう置きっぱになっちゃっててね、ベーグル作りたいです。ベーグルって焼く前に一回茹でてから焼くらしいんですよ。知ってました？ハートとハートのクッキーありがとうございます。こちらなんだ。そう、一回茹でてから焼くんだってベーグルね。ベーグル作る配信したい。でもパンって結構なんかむずくないですか。
ホームメーカーに使えば多分簡単なんだけど、発酵とか混ぜたりとかやってくれるからね。でも自分でコネコネしてみたい。むずいか。ね、あるある。昔はめっちゃ使ってたんですけど、最近忙しくて使えてない。そう、あとちょっとで1年なんですよ。そうそうそう、チケットは全然残ってますけど、もうちょっとで1年ですね。え、ほんまや、ほんまにもうちょっとじゃない？いつから始めたっけ？初日の前ぐらいやから、あと1ヶ月ぐらいか。麺打ち麺打ちもしてみたい。でもしてみたいね。コネコネしてる動画ずっと見るのめっちゃ好き。 TikTok でかわいい、なんかパンの生地かわいいく見えてくるんですよ。つるってして。武井沙羅さん、あら、そうなんや。へえ。小麦粉栽培、それやばい。日本で小麦粉結構難しくないですか？なんかチリで習った。小麦粉難しいって。ポップチョコありがとうございます。324、あと1ヶ月ちょいだ。あら、あら、だるまありがとうございます。お粥を流し込んでいます。あったかくて美味しい。確かにパンの生地見つけたらスライムみたい。ポッテリするもんね。ポッテリ。だるまありがとうございます。確かに20ぐらいやってるような気する。する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 。ちょっとイベント出たぐらいから毎日やった気がする。あ、確かにスライムチョココロネ作れそう。てか売ってますよね、コンビニで。まだ買ったことないけど、スライムチョココロネ、コロネ作りたい。あれは結構生地さえ作ったら簡単そう。見ます、見てください、教えてください。パン作りたい。ごちそうさまでした。おかゆチーズのってパンダ、私わかる。チーズはほんまに美味しい。結構好きな人と苦手な人といるけど、私は大好きですね。なゆみちゃんがくれたよしみんチョコ食べようかな。あ、ここに貼り付いた残骸が。よしって書いてある。かわいい。一つずつ全員の名前書いてくれたんかな。いただきます。よしみんって書いてある。しわかる、しわかる、かわいい。いただきます。うん、おいしい。チョコもおいしい、ちゃんと。うん、おいしい。ん、クッキーか。ヨシミンを、ヨシミンが食べました。共食いですね。描いてる姿想像するだけで可愛い、ほんまに。おいしい。やっぱバレンタインって素敵、毎年思う。ヤミー。ハンバーグ。
バリンさんからのもちょっと行くのでどうかな。市販焼きを市販焼きを多分バリンさん食べとこうかな。マカダミアチョコほんまに好きなんですよね。私チョコ大好き、めっちゃ好きなんですチョコ。おいしい。美味しいです。では終わりたいと思います。こんにちは、すいません、こんにちは。フライコート前夜公演14時からぜひ見てくださると嬉しいです。見てください。愛感じました、美味しい市販やけど13位ロンドベルさん、ありがとうございます。12位平八さん、ありがとうございます。11位さくちゃんまんさん、ありがとうございます。10位トマトさん、ありがとうございます。9位みょんさん、ありがとうございます。8位あさがさん、ありがとうございます。7位まさたかみんさん、ありがとうございます。6位よんさん、ありがとうございます。5位、ふしちゃんさん、ありがとうございます。4位 F さん、ありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルルルン竜巻さんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はルルルルルルルリットさんでした、ありがとうございます。パチ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 。そして狛江市の1位はルル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 ルンヤスさんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。今日の公演も頑張りたいと思います。公演頑張って、ありがとうございます。ぜひ見てください。Have a nice day. Have a nice afternoon. 次の配信も来てくれるかな。公演終わりにします。またねー。